皆さんこんにちは。旅行系 YouTuber のマルコです。今回は日本を代表する山岳リゾート上高地にある上高地ホテル白川荘のご紹介をさせていただきたいと思います。こちらのホテルはおそらく上高地の散策以外の目的で訪れる方はいないのではないでしょうか。アクセスに関しましては上高地までの行き方を参考にしていただければと思います。その上高地のシンボルともいえるかっぱ橋からも徒歩数十秒の場所にあるというとても立地のいいホテルとなっております。今回はこの素敵なホテルに一泊させていただき、夕食、朝食とビュッフェ形式の食事をいただきました。詳しい食事の内容に関しましては動画の後半でご紹介させていただきたいと思います。ちなみに上高地の行き方や上高地の散策の様子は別の動画でご紹介させていただいておりますので、そちらも合わせてご覧いただければと思います。それでは早速ホテルに入っていきたいと思います。白樺荘というネーミングではありますが、一般的に思い描くような古めかしさは一切なく、むしろその名前さえもおしゃれに感じてしまうほどの内装。入った瞬間からとても気分が上がりました。それでは早速チェックイン。チェックインが終わると係の方がホテル設備の紹介を含めてエレベーターまで案内していただきました。それではお部屋に向かって歩いていきます。白樺荘はとても歴史があるホテルにはなりますが、2017年から2019年にかけてホテルを改装。山岳リゾートとも呼ばれる上高地に恥じないくらいとても素敵なホテルとなっております。今回のお部屋は2階のお部屋。それではお部屋に到着し、素敵なお部屋を見ていきたいと思います。鍵は昔ながらの物理的な鍵を差し込み回すタイプのもの。ドアを開けると玄関があり、奥にはもう1枚扉がありました。それではお待ちかねのメインルームを見てみたいと思います。美しい光が差し込むお部屋には大きなベッドが2つ、その奥には椅子とテーブルが置いてあります。今回はこの広いお部屋を贅沢に一人で利用させていただきたいと思います。こちらがその大きなベッド。ベッド脇には照明の調整スイッチがついています。そしてその上にはコンセント。続いて椅子とテーブルを見ていきたいと思います。上高地という場所にしっかりとマッチしているデザインです。この椅子に座りながらロマンチックに夜景でも見ながらお酒をと言いたいところではありますが、上高地の夜は真っ暗で何も見えませんでした。お天気に恵まれれば素敵な星が見れるかもしれませんね。天井には竹などで装飾が施されており、一つ一つにこだわりを感じることができます。そしてこちら側には大きな机、棚があります。机の上には今日の天気予報などが書いてある紙、そしてホテルのインフォメーションなど。こちらは LED ライト。机の時計一つを取ってみても上高地、
そしてお部屋の雰囲気に合ったものが使われています。そしてテレビ、その奥には無料のお水に電気ケトル、その下には冷蔵庫、こちら全部無料ですと言いたいところですが、まさしく上高地価格の高級ドリンクだと思います。隣の引き出しにはコーヒー、紅茶などキュース、茶筆、ワインオープナー、栓抜き、さすがは白樺荘、しっかりと揃っています。そしてその下にはグラス関係、こちらは金庫、前の方が100万円ぐらい忘れていってくれていればよかったのですが、残念ながらその願いは届きませんでした。そしてそのお隣の引き出しには充電器にソーイングセット、エアコンは温度、風量も調節できるタイプのもの。続いて入り口付近を見ていきたいと思います。まずは大きなクローゼット。クローゼットの中には浴衣の上に羽織る茶羽織が。これがあるだけでぐっと雰囲気が良くなりますね。そしてクローゼットの中には浴衣。そのお隣には大きな鏡に。スリッパ。続いて浴室を見ていきたいと思います。先ほどお話しした改装工事のおかげもあってか、浴室もとても綺麗になっていました。そして浴槽もとても大きく、上高地らしく熊でも入れる仕様になっていました。現代的なスクエアタイプの手洗い場です。シャンプーなどもとても可愛いデザインです。歯ブラシ、カミソリ、シャワーキャップなどのアメニティ、ドライヤー、トイレはウォシュレットタイプのもの。それでは気になる窓からの景色を見てみたいと思います。窓の外には上高地の素敵な絶景が広がっていませんでした。一番お安いお部屋で申し込みましたので、もちろん素敵なお部屋なのですが、目の前は駐車場でした。そして下を覗くと野生の猿が遊びに来ていました。以上、お部屋のご紹介になりました。続いて館内設備のご紹介をさせていただきたいと思います。館内には木漏れ日の湯という大浴場があり、一日の疲れを癒すことができます。温かいお湯が一日中歩き続けた体に染み渡ります。そしてカフェこなしという飲食店があり、お昼の時間帯はこの絶景を眺めることができるテラス席でドリンクをいただいたり食事をしたりできます。ショップ白樺、ドラッグ白樺というお店があり、こちらでお土産や日用品を買うこともできます。こちらのお店にはアルコールが置いてあり、350ミリの缶が1本290円くらいのお値段。これを高いと思うか安いと思うかはそれぞれの価値観だと思います。
それではお楽しみの夕食ビュッフェのご紹介になります。会場に伺ったのは平日の18時頃になるのですが、混雑のため順番待ちになるとのことでした。順番になったらお部屋に電話をいただけるとのことでしたので、お部屋で待つことにしました。ご利用される際は時間に余裕を持って訪れるのがいいかもしれません。それでは仕切り直しで夕食ビュッフェのご紹介。お腹ペコペコなので代金の元が取れるぐらい食べられること間違いなしです。まずは松本名物山賊焼き。鶏もも肉が使われており、唐揚げみたいな食べ物です。続いてポテトに豚の角煮。脂質の塊ですが口の中でとろけてとても美味しかったです。そしてあんかけ豆腐ハンバーグ、これは本当に最高でした。こちらはおでん、大根が味といい、染み具合といい、この上ない美味しさでした。ローストビーフ、好きな人には最高だとは思いますが、私はしっかり焼いたお肉の方が好きです。そしてお味噌汁、温かい汁系のものは最後の最後に取った方が冷めなくていいと最近気がつきました。続いてサラダコーナー、その周りにもお刺身や湯葉などが置いてあります。ドレッシングもとてもおしゃれな器に入っていました。持ちきれないぐらいたくさんのお料理になりましたので、お皿を置いてもう一度取りに行きたいと思います。こちらはデザートコーナー、フルーツにケーキなどが置いてあります。そしておそば、長野といえば外せない一品です。お隣にはイワナの塩焼き、このように火で炙っていただけます。そして白米。以上、夕食ビュッフェのご紹介になりました。続いて朝食のご紹介をさせていただきたいと思います。昨晩もビュッフェでお腹いっぱいの食事をいただいたばかりでしたので、早朝の人が少ない中の上高地を少し散策してから伺いました。朝食の始まりの時間6時45分に合わせて伺いましたが、私も含めて皆様早起きでした。テラス席でいただければと考えていたのですが、雨が降ってきてしまいましたので中でいただくことにしました。それでは朝食も張り切って取っていきたいと思います。まずは肉じゃが、私の大好物です。続いて湯豆腐、序盤で取ってしまったことで冷めてしまい、最後の最後に取ればよかったと後悔しています。そして鮭などの魚、ベーコン、ポテト、スクランブルエッグ、ソーセージ、キノコのソテー、おしゃれな器に入ったサラダ、ポテトサラダにかぼちゃサラダ、オニオンスープ、そして焼きたてをいただけるエッグベネディクト、これはとても美味しかったです。白米にお味噌汁、飲み物は長野らしくリンゴジュースをいただきました。パンコーナーに漬物などの和のコーナー、
そして少し雨が上がってきましたので、念願のテラス席にて食後のコーヒーを楽しませていただいたところで、上高地ホテル白川荘のご紹介はおしまいとなります。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。今回の動画が面白いと思っていただけた方はチャンネル登録をお忘れなく、次の動画も楽しみにお待ちいただければと思います。また動画のグッドボタンやコメントなどをいただけるととても励みになります。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。